するんですね。どう発信をしてどうこう受けながらどう発信をしていくかをやっていく。立場は少し違うけども、それが単純にテクトだけじゃなくて、建築の世界を建築の世界の中でどう発信していくか、発信の度合いが変わってきてると思うんですね。メディアがこう媒体が雑誌からこうインターネットって世界に行ったら、でもそれをバランスよく横断する人間と僕は必要だと思うんです。それは設計事務所もそうだと思うし、みんなうちもホームページ出したり連絡ってやってるんですけど、須田さんに入ってもらったことっていうのは、僕さっき50年経ったじゃないですか。で、須田さんも50年。もう飛び越えたし、その世界は。でも最後残るのは山下にとっての建築の物なんですよ。でも編集の世界も結局は物なんですよ。でその物を扱ってるじゃないですか。で言いたいことは何かというと、それはこう1対1とか1対2の関係ではなくて、多分僕はもうネットワークのチームなんだろうなっていう気がしてるんですよ。建築の業界とかだけではなくて、普通の人に建築を通して何かをちゃんと提供できるのであれば、僕はテクトを応援する意味があるな、自分で思ってるからっていう、こう発信の場所を作れるというか、そのためにはテクトはちゃんとしなきゃいけないんですよ。